あ、これ笠間高校ですよ。こんにちは。おはようございます。あ、これちょっと今YouTube 動画を撮ってます。動画。今駅からずっと動画を撮ってるんですけど、あ、地元の方ですか。あ、映っちゃいますよ。動画で。こんにちは。おはようございます。ここは笠間高校で、地元のずっと住まれてる方。うん。あ、そうですか。40年。あ、途中で引っ越してこられた。そう。笠間いいところどこですか。笠間いいとこはあんまりないよ。あんまりないや。今から初めて神社に行くんですよ。神社、神社ですか。筋公園あれだしね。ね、5月か4月かね、あの辺ですよね。そうだ。そうですか。あ、これどこから来たんですか。東京です。東京？はい。東京どこ？東京ね、私はね、多摩の方。国分寺というところ。あとは知り合いは俺、スカイツリーの。スカイツリー。うん。スカイツリーの真下にいる。ああ、真下に住んでる。知り合い。真下って真横は。真横ぐらい。なんか今これ、動画入ってるんですけど、大丈夫ですか。かっこいいから大丈夫ですよ。サングラス。地元で言う。それ残るの。もうそれ残してますよ。あ、残るんだ。そうなんだ。みんなおじさんで、あれだっけ。名物のね。ちなみに、もうあれですか、今退職されてこの散歩されてる感じですか。もう65の時に、トラック体壊しちゃって、だから15年の仕事はない。あ、そうですか。自営業だから、私も。あ、自営ですか。自営業。トラック、トラック、自営、かっこいい。いや、こちなみにここ名門なんですか。かっこいいですね。ここか、笠間高校。旧笠間は、旧笠間だよ。は、一校しかないから、笠間高校って言うんだけど。ナンバーワン。違う。一個しかないから。私、冗談に。うちのお世話が、3人ともここでいたんだよ。で、俺、4人子供いるんだけど、一番下の子は、智子っつって、隣の町なんだけど、今、これ、何借りたの？借りたんですよ。うん、そうで、駅で。そう。結構高いんですよ。1時間300円で、まあ、それはいいんですけど、30分超えると100円取られるんですよ。それか。ああ。1時間。うん。で、マックス1500円。多分1500円払うんですけど、うん、まあまあ、でも、便利です。うん、便利だよね。今から稲荷神社の方向かうんですけど、稲荷神社の、は行くんですけど、なんか、見どころかおすすめか、好きなお店か一つ教えてもらってもいいですか。好きだけど、お店行ったって昼時じゃなくちゃな。あ、でもランチはどっから食べるんですか。だからランチだったら、蕎麦屋有名なんだよ。あ、蕎麦屋、日本蕎麦。古い、柏屋っていう。柏屋。へぇー。ちょうど前じゃなくて。これ行くと、門前通りになっぱい、その、柏屋さんが、いわゆるその、門前通りにあると。そう、その、すぐ手前。じゃあ門前通りというより、稲荷神社。うん。これから、信号で、そこに一つ食べる。二つ目だな。二つ目のとこ右曲がんだから。まあまあ門前通りですね。そうそうそう。そして、それからまっすぐ突き当たると、伊豆津屋って昔あったんだけど、今なんか記念館みたいになってますよね。そこに突き当たるんだよ。で、右角は、常用銀行って俺らのメインバンクなんだけど、メインバンク、俺らの、ああ、よく見ますよね、常用銀行。実は、要するに、稲荷のとこ、左から出てくから、赤もんで、なんていうの、肝心の蕎麦屋の名前忘れちゃいました。何でしたっけ。柏屋。ここはうまい、一番うまい。うん、老舗だわ。老舗。うん。柏屋で昼は。その、柏屋の、仙台っていうより今、まだ元気なんだけど、
まあ、若い子にやらせてんだけど、はいはい、坂本九ちゃんと同期なんだよ。坂本九はここ出身なんですか？え、中学校会社、あの会社、あの疎開してたから。疎開、疎開してたんだよ、戦争の時に。戦争の後、で学校一緒だったんだ。ほう、じゃあ押さえかまで亡くなったわよ、うん、ああそうだそうだ、あの日光機の、うん、でそこの今言った柏の、はい、同期のお父さん、はい、と話は合うわ、はい、じゃああのこれ動画ちょっと大丈夫ですか、撮ってる、撮って、ああありがとうございます、宣伝になるから喜ぶよ。じゃああのそば麺も撮っときます。いや今日3時まで、あ12時ぐらい行くので、12時か1時間は、うん、今度は十分だ、混雑してます、混雑、今日は日曜日だからいくらか入っけど、大丈夫。大丈夫。大丈夫。平日、日曜日じゃないと。予約取ってなくても、うん、大丈夫だ。大丈夫です。じゃあ、行ってまいります。以上。蕎麦屋の、蕎麦屋の柏屋さん。はい、この、はい、すぐ手前から、はい、ここへ行って、今日はちょっと稲荷神社参拝して、そこね、こう、そう、美術館みたいなちょっと見て、うん、昼になったら柏屋。そうだよ。わかりました。今言った美術館もだし、うん、あの、伊豆屋の後。伊豆屋の後、資料館ですよね。資料館。うん、資料館朝でうろうろして。うろうろして。いや、時間合わせたら、そば。おらは、そんな、あれだな、あとは時期に。聞く、これから秋口よ。秋ですよね。11月でしょ。うん、そう、だから聞くと、年末年始と、稲荷様よ、はい。それと、今言ったツツジと。ツツジと、はい。あとは、あんまりよくわかんないけど、はい、俺も、ダンプやだから。はい、ダンプ、あ、ダンプ運転されてたんですね。そう、この前のほら、1年前のあれ、送りたでしょ。1年、これ何ですか ?1 年前の、この前の。違うよ。あの、オリンピック。ああ、いやいやいや、オリンピック。俺はね、1年遅れて去年やったでしょ、ああ去年だよね、一昨年か。2023年、2年前。はい。そうだよ。で、はい、それ、その前の年。はい。ね、前の、2020年。前の年、はい。20年じゃねえよな。まあまあ、はい。その時には、自分で二十歳の時に、はい、ダンプ持って、始まった。ダンプ持って。うん、二十歳その頃は良かったんだわ、経費もかからなくて私始まった頃、あれ結構繁盛されてたんですか、え繁盛してたんですか、ダンプ儲かったよ、ね、儲かった、今はダンプ若い子相当儲かった、儲かった、使うこと覚えちゃったよね、使うこといやまあまあでもあれ、まあ働き者だったってことですよね、社長さんがで4人育てて、うん、で、うちの女房いらなかったから。俺は、酔い腰の金持たねえような、とんでも特技の使うから。でも、サングラスと帽子おしゃれです。私の顔が映ってるんですよ、よく言ってよ。よく言ってよ。顔が映ってる。じゃあ、それやよ、ね。いや、あの、ちょっと楽しんできますね、うん。あの、神社と、あと、柏屋さんですね。うん、柏屋。知り合いですけど、ね、店長、マスター。いや、知り合いってことないけど、あ、喜ぶ。俺は、あの、この間、おいくらと、うん、栃木から来たんだ。ええ、おいくら夫婦と、めいっ子がよ、はい。それで食事したのが、はい、どこがいいかって言ったら、タクシーの運転手が、はい、同じ3軒あんだよ。蕎麦屋と、3つあんだよ。蕎麦屋、近く。じゃあ、柏屋が一番いいんじゃないですかって。あ、そうなんですか。勧められたから、行ったんだ。蕎麦屋が一番古いんですか。蕎麦屋が一番古いんですか。そうだった。ああ、で、なんか私読んだんだよ。なんかそうだよ。蔦屋は、古い。俺は弟と遊ぼうで、いっぱい飲んで。飲んで。うん。蕎麦と、あと、これあの、うん、あ娘らに買ってきたお土産ですよ。でも、柏屋がおすすめなんですね。俺はいいから。いや、じゃあ柏屋。柏屋行ってみてよ。行ってきます。え？じゃあせっかくなんで、あの、行ってきますけど、あの、ちょっと一緒に写真撮ってもいいですか？はい。ちょっと待ってください。これ一回動画止めます。じゃあ、おすすめの、蕎麦屋の柏屋さん。柏屋。行ってまいります。進めたい。進めたい。全国に。うん、いや、私が食べて、美味しかったらですけど、うん、これうまいって、宣伝します。うまい。
寺好き好きだからね。まあまあまあ、それはね、そばはね、そばは。じゃあ、行って、行ってまいります、ね、楽しいお話ありがとうございました。はい、じゃあ大事に、はい、ね、じゃあ、また行けたらいいな。はい、またそば屋で隣だったら静かもしれないですでは、すいません、はい、手も触れなくて、どうも、はい、楽しんできます。はい、行ってらっしゃい。はい、今ね、隣ね、笠間高校なんですけど、笠間高校で前でお会いした地元のね、名手かどうか知りませんけど、大塚さんというね、かつてランプの会社で社長をやってたという方、その方にお話聞きました。もう旅は出会いが楽しいですね。今やってます？はい、やってます。はい、やってるってことで食べてみたいと思います。こんにちはこっちも美味しそうだけどね。今日の目的は柏屋さんです。柏屋さんですけど、佐藤さんが食べているこの稲荷そば、これがね、おすすめということで、注文いたしました。じゃあこれが稲荷そば。すごいですね。でこれをかけて食べるということで、いただきたいと思います。これやっぱ笠間って書いてあるのがいいですね。せっかく稲荷神社ですから。柏屋さん出てきたところなんですけど、地元の人に人気っていうのは伝わりました。